お疲れ様です。今日はスナミ8000の15日目やっていきたいと思います。ということで、7000からですね、はい、引き続きやっていくんですけども、シーズンがね、残りなんと14日ということで、まあ、世界で8000がね、ちらほら出始めましたね。で、まあ、14日なので、まあ、ちょっとペースを上げていかなきゃいけない。まあ、折り返し地点ではあるものの、気持ち急ぎ目でね、もう勝ちまくっていきたいと思います。さあ、やっていくんですけども、ぶっちゃけ8000ね、結構際どいラインっすね。まあ、あと14日、なんでラグいねん。家なのにラグいをやめて。ワイヤーも繋がってるしね。そう、まあもう気合でもうやるしかないですからね。数こなすか、もう一戦一戦負けないようにやっていく。さあ、プリンセス処理できたのはありがたい。やっぱ縦の戦士にしてから間違いなく勝率上がってるので、よいしょ、それ縦戦信じてねやっていくしかないね。よいしょ、さあ、ウッドでいかれる。でバランス調整の内容も発表されたので、まあ、前回の動画でね軽くだけ紹介したんですけども、ウッドもね、ロリババもその陸の、まあ、ニコスの呪文が解放されちゃうので、まあ、間接的にこのデッキも、なんだろう、ウッド、タルババ、絶対どっちか僕よく入れるので、そう、解放になるので、今シーズンいけなかったら、普通に、今後もいけるときはね、ないです。っていうぐらい結構きついと思うので、今期いきます。さあ、まあ今回、コカちゃんはね、もう楽に来たよ、楽に。走ってらっしゃいユニからの、相手のユニット次第では、いやー、でかい。もう一回ね、落ち着いて。いやー、これ痛いんですよね。ゴブリンギャングね、結構強いんですよ。放置すると、普通に何歩だ？わかんない。700、800ぐらい、多分削れる気がします。あ、相手、やってる。さあ、これは美味しい価値格のプリン。なんならこっちに記念にプリン。うーい、ダブプリン。いや、いいね。よしよしよし。さすがにこれは、諦めましたね。諦め方がいかつい。よし、さあ、ナイス。で、まあ、7000勝。あと何勝だ ?4勝かける10みたいな。40勝いらないぐらいか。あと30何勝とか。よし、いや、ガチで8000いきたいな。8000いけなかった時の罰ゲームは、準備してはないですけども、いきます。罰ゲームとかね、なくても、行くのが男です。まあ、あった方が、行きやすいかもしんないけどね。さあ、7,528。まあ、1000位ぐらい。どうなん？最後、シーズンフィニッシュ8000入ると、順位がどれぐらいなんだろうね。なんか、そのあたりをキープしながら行きたい。正直なところ。なんか、沼るのね。やっぱ嫌ですからね。間に合い！あーい。まあ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 。そこともある。さあ、ディガー、マジ打ちだけ警戒して、ウッディ、プリンで削るよと。スケとか来たら、雪玉。おぉ、ウッド雪玉、あ、マスケバルンだ。まあ、これは、前にも一回やったことあるかもしれない。ボムタワーのやつですね。そう、これも、まあ、古参デッキっすよね。昔はインフェとかでもありましたし。ガチ子さんデッキだ。で、スケ咲いてたら陸受けないので、もうディガ飛ばします。まあ、ボムタワーとかがあるぐらい。さあ、これではどうやって受ける？まあ、これはさすがに、拾えない、それ。近畿道。攻め行きたまま打ってこい。おら！おい。お得意のね。もう何回やったことか見たことかっていう。バルーンを、トルネトルネで、近畿道。まあ、相手のココスを7コスト使ってはいるものの、プリンセスタワーはダメージ受けずに、まあ、キングダーできるので、その後の後半もすごい有利になるんでね、全然悪くない、キングダーかなと。さあ、まあ、こっからっすね、あとは、あこれがね、ちょっと渋いっすよね、回転が早いんだ、相手。いやー、これは、一発受けちゃうかもな。いやー、まあ、このバルーンは、もう相手がうまかったっすね。うん、やっぱ2周目で刺してくるっていう。で、ここのプリンを、さ、ボムタワー。
いや、ちょっと怖えな。いや、拾うね、しかも。うまいっすね。もうディガーで稼ぐしか僕はないので、待って言うのか。しかもウッドなんですよね。このバルンって基本的に、タルババのイメージがあるんですけど。まあ、さすがにこれはトルネ2回か。いや、いる？いらないね。いや、目がいい。で、これプリンマジ後ろが出してもあんま意味がないんですけど、出します。さあ、拾う。まあ、僕はこの、相手のディガーのダメージをね、いかに抑えられるかにかかってくるですね。あと、ハシマイプリン。ハシマイプリン。ハシマイプリンでしか。やばい。待って、マジでうまくそう。やだやだ。やだやだ。途中一回なんか仕掛けたいっすね。ここか？いや、熱い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 。熱い熱い熱い。ガチ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 熱い。熱い。わぁ、マジでいけぇ。あぶねえが、なんで？マジで。マジでなんでって感じなんですけど、相手プリン、プリンじゃない、マスケ名しようとして、走ってましたね。言うのがマスケに。そう、そして、マスケもウッドで芝居てって感じかな。よしよしよし。あ、報酬受け取らして。上からなんか、飾り物が打ってきて報酬受け取れない。さあ、78。78ではない。708。さあ、シャドウリはよろしく。勝てば、71か。で、あと14か。まあまあまあ。さあ、拾ってく。いや、マジで縦線がね、とりあえずめちゃくちゃいい。回転落ちるものの、防衛力がめちゃくちゃ上がるから、まあ、ぶっちゃけただの壊れですね。あ、同じようなデッキ来たな。あ、迫撃ですね。さあ。いやー、これはね、結構戦い方が悩むっすね。同サイクか逆サイクか。さあ、スケキンの迫撃効果つって。いやー、これがね、ちょっときついんですよね。ちょっとだけよ、本当に。本当にちょっとだけきついんですよね。緊起動して耐えたい。痛い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 よー。でもコスト使いすぎかな、このコウモリは。これ多分今相手5、6コスぐらいある気がしてる。うん、まあこれは一旦、うわー、いかずいかず、耐えて。あー、耐えれない。やばい、これ前にスケキン来る。うわー、スケキン野郎がちょっと強い。トルネで縛えて、よし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 、まあ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 。ええー、ねん、ええー、ねん、こんぐらいは。で、まあ、勝ち筋は、まあ、コウモリぶっ刺す、ぐらいしかない、気がしますね。よいしょ。さあ。コウモリぶっ刺していきます。お互い、まあ、コウモリがきつい編成かな。いや、ウッドが、ウッド？いや、たまたま入ってんな。いや、ウッドが強えな、マジで。なんでこれでウッドなんだろうっていう、すごい疑問がね、あります。あー、今打ってもよかったな。いや、プリン竹取ってないのやばい。たまたま？いやー、まあまだ参るな。ウッドの使いどこが。なんでウッド？いや、ガチで。これウッドファイブのやつっすね。やりゴブが結構渋い。うわー、天才か？たまたまか。走る。お、
コウモリの群れ。え、待って待って待って、コウモリ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 、えぐいそんなことある？いや、なんかさっきからなんか奇跡みたいな、なんでっていうので勝ってる。いや、熱すぎるな今の。なんで勝ったんだろうね。まあ、お互いコウモリがめっちゃ強くて、相手が最後に攻めてきましたね。いやー、全然守れるよ言うて。オーケー、ナイス、攻め取れねえか。よしよしよし、7-1。いや、順調よ順調よ、マジで順調なのよ。なんかワンチャン負けてもいいよな、試合をしっかり勝ってるから。こういう時はね、もう強い日、そう、たまにある。今日俺めっちゃシュート入るわの日よ、本当にめちゃくちゃね、もう感触がいい日、当たりの日です。今日はさあ、今日ぐらいの間に爆上げするんですよね。やっぱ勝てる時にクララはね、やった方がいいですよね。まあ今日めっちゃ勝てると思って、よっしゃーとか言ってトロ上げてね、まあ明日やろうとか言ってたら、次の日一個も勝てないとか、まああるあるなんでね。まあ自分では分かんないところで多分何かがねあります、何かの違いがね。エリボーン、きついよー、なんもないよー。エリボンやめてー、エリボンはやだー。キング起動する、キング起動して、キング起動して、キング起動して、30しくる、いやーゴールナイン来る、いやーエリボン邪魔、エリボン、いやエリボンマジで邪魔だなあれマジで。しかもゴールナインが場合に出るとね、カードサイクルもぐっちゃぐっちゃだけど。よしよし、あーいいんじゃないいいんじゃない、まあ耐えてはいる。いやまあ三重士は全然勝てるんだけど、ゴルナイが勝てない。ゴルナイがただただ強いんですよね、僕からしたら。そう、三重士にね苦しむというか、もうゴルナイが苦しいっすね。アイゴレも持ってる、エリーパパも持ってる、シビー、いやガチやばい、えぐいの来たんだけど。ちょっと待って、まあこれ金起動してるし、低めでからのだよね。あのエリポンを壊さには追えんのよ俺はね。壊さには追えんけど、そんな余裕もないと。まあさすがにこれ息毒だな。いやーめっちゃ当てるじゃんそれ当てられるとね、もうきついよみたいなとこあるっすか。さあリポも巻き込んで、いやもう三重士はもう何千試合ね守っていたのよって。俺が日本一決定戦でね無双してる時からよ、ほらこのトルネウッドミラーをね考えて思いつき、よいしょ、これでね俺の時代を作ったんですよ。なので三重士だけには勝ちたい。ゴールナインもきつい。よし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 、転がれ転がれ転がれ。いや、キンキド熱いね。いや、固まれ固まれ固まれ。よしよしよし。で、毎回ウッドウッドやってると、逆サイドフルブッパで行かれちゃうので、たまに、ウッド温存マリスできそうだった。一回だけとかね。こういう。あとはプリンの範囲にしようって。よしよしよし。エリポン壊す。囲む。いやー流れは悪くないんですけどね、マジでゴルナイだけ悪いで。一応てか、なんで俺金起動してんだ。あ、トルネだ自分で何回もやったわ。でまあこれトルネで金起動は別に守れる方が大事なんで、結局ね。よいしょ、さあ来ましたね、ブッパで、プリンも行かれてみたいな。
タルシ君、気合で、気合以外のなんでもない。ちょっといいっす、やばい。やばい。うわ、ゴールナイ。うわ、ゴールナイ。ゴールナイ、ハゲ野郎。あ、マジで。もう、三重士じゃねえ。三重士のね、周りが強すぎて勝てないですね。いやー、これでも勝ちたいな。まあでも、まあでも、しゃあねえか。ここがね、しょうがない感ですね。まあ、これでもうちょっと守れたら、よかったかなっていうね。俺の言うのがね、ゴルナイにできれば、ゴルナイ対決受けれたり、まあ、陸が硬くなるんですけど、まあ、もうちょっとディガーで攻めるべきか。攻めれないしな。あの、ゴーストエリバーいっぱいいてね。いや、今ちょっと悔しいね。まあ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 。三重士ね。負け方はあれですね。まあ、逆に勝ち方も、まあ、あんな感じで、トルネウッドで処理しとけば、みたいな感じかな。さあ。いや、ここは無視されるのが嫌なので、ディガーにプラス1枚でコストを使わせていくからの、これ暇すぎるな。まあ、縦線が無双できそう。よいしょ。さあ縦の選手最強で、ジャイがちょっと入るけどこれは強ですね。で攻めていこうか。何が出る？あ、スケブか。スケブマジで多いね。時代が来てる。さあ、スケブコウモリのジャイスパ。まあ、ワンチャンのスケラとかも出てきそうだけど、まあ多分ない。ヤナメザップの、まあミニペかガゴムレかがいるって感じかな。さあ、まあとりあえず、まあプリン、ハシプリ良くない。ハシプリ良くないよなと思いながら、いたケツ。これ悩むっすね、防衛方法が。一旦耐えるしかない。縦線に柳打たれるともうめっちゃきつい。よし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 。おー、もっと以上にめっちゃ守れてるやん。いやー、これディガーで守ります、確実にね。そうそうそう、まあまあ形組まれて攻めやなめザップされたところで耐えれるかって感じかな。これちょっと相手にね、だからペースをつかまれたくないの。うん、痛い。いやー、そのスパキ嫌だね。ほんとすごいことがなくなっちまう。さあ、まあ肉壁、プリン、あって、やばい、ガチやばい。おー、チンチンチンティンじゃないかい。わー、待って、許可出ないでしたわ。いや、マジで絶対これもう、まあ攻めディガー縦線とか、まあ攻めディガーユーノとか、もうちょっとこうおしゃれに攻めとけば絶対勝てたんですよ。わあ、マジかよ。最後の2戦は、両方勝てそうだな、たやつ。なので、ちょっと悔しいですね。まあ、こういう、ちょっとね、形組んで、ゴリゴリ来る系がやっぱね、きついですね。高回転には、その分有利かなと。まあ、いうことで、まあ、全然戦えると思うので、スタート14日。思ったよりトロが伸びてないっていう、辛い部分があるんですけども、全体的にね。8戦目指して、頑張ります！ということで、チャンネル登録もお願いします。では、お疲れ様でした。またね。